Stop it. Get some help. 今回のゲストもこの方です。皆さんこんにちは、カウンの声担当してます上田玲奈です。はい、上田さんです。よろしくお願いします。お願いします、満を持して復刻ねされましてね、はい、ね、これがオンエアされてる頃には、うん、もう貫突していること、ね、貫突までお迎えするんですか。すごい。いやもうさすがですね、気合が。そうですね、うん、愛情と上田さんもかなりやっぱやられてるんですよね、検診の方は。そうです ね、毎日ちゃんとログインしてそうやってますが、ね、まあきっと今頃じゃあ関羽をねメインとして活躍してるんじゃないかっていう時期だと思いますけれども、うんうんうん、どうですか、関羽以外になんか気になるキャラとか好きなキャラとかいたりするんです。一番最初に貫突したのが彩香さんだったんですよ。あのね彩香を貫突してるってまあ珍しいと思います。いや、私も後になってから、あ、なんで貫突したんだろうって。すごい、それだって意図的にね祈願を引かないと出ないわけですから。いやもうびっくり。でも結果貫突したことによって、うん、やっぱその彩香ちゃんの魅力もわかる。そう、もうマシマシに拝見することができ、うんうんうん、ありがたいという気持ち、はい、本当に強いしね、彩香単純にね、可愛いし強いしね。そうなんですよ、うん、なんか一番アタッカーとしてお世話になっている氷元素のね、強力な貫突彩香さん。関東財か、僕も使ってますけれどいいですよね。いやもうすごい素敵ですね。またね、関羽が今回復刻でね、うん、氷共鳴でまた氷同士でもねパーティーの幅広がりますしね。本当にそうなんですよね。最近新閣さんも出て、はいはい、サポートも ね手厚くなりましたし、ね、新閣はの祈願はどうだったんですか。あ、でもに今二突、いや二突もまあまあすごいよ。俺もあのお迎えはしましたけど、お迎えしてないのテンションでしたよ。あまり突れずすごいな。そうですね、俺ショーの復刻と同時にやっぱり回してたんで、はい、ちょっとやっぱりどっちつかずな感じになっちゃいましたけどね。ですね、バランスよくっていう感じになりますよね。そうなんですよね、まあ、でもね、新閣もじゃあお迎えできたっていうことは、はい、かなりパーティーの編成の幅とかもね、そうですね、広がるんじゃないですかね。楽しみです、まあ、そんなね上田さんですけれどね、はい、さあ今頃はね関羽はどうなってるんでしょうかね。どうなってるんでしょうか。気になりますけどもね、はい、はい。